トラムトレイン、トラムトレイン、トラムトレーンとは、高規格の路面電車、トラムの車両を、一般の都市間鉄道路線上で走らせる形態の、軌道輸送交通機関を指す。多くの事例では、郊外の専用軌道から、都心部の併用軌道へ乗り換えを必要としない、利便性の高い路面電車として走行している。この方式を、1992年に、 初めて実現したドイツのカールスルーエに習い、カールスルーエモデルと呼ばれるほか、ドイツ語では、ザバイシスタムスタート版、ツバイシステムスタットバーイコールに方式都市電車、リージェノルスタート版、レギオナルスタットバーンイコール地域都市電車などとも呼ばれる。現在はドイツを中心に欧州の都市で導入されている。トラムトレインの最大の特徴は、高規格、 速度等の路面電車を一般の鉄道線、日本での JR の鉄道線等に相当を走行させることにある。さらに多くの事例では都心部へも直通し、その場合は都市の郊外及び中距離圏と都心を直結する交通機関を提供する。この一般の鉄道線はヘビーレールと呼ばれる場合がある。 なお、ドイツのヘビーレールは、標準機関鉄道に関する法令、エボ、アイゼンバーンバウ、ウンとビトリブゾワドトナンにのっとって運行され、トラムトレインは、路面電鉄の規格に加え、この規格を満たすことも必要である。ただし、ドイツでは、郊外電鉄、日本では、地方私鉄の郊外電車に相当する路線と、路面電鉄とが直通する事例は、数多いが、そのような郊外電鉄は、 ヘビーレールとは見なされず、従ってトラムトレインとは扱われない。トラムトレイン向けに設計された車両、高規格の路面電車を用いることは高頻度運行や乗降の容易性等の高品質サービスを提供し、安い。また旅客は市外の中心部と郊外との間を一本の列車で行き来でき、中央駅などで乗り換える必要がない。また、 機関車牽引の列車に比べれば、運行コストの削減にも寄与する。トラムトレインの車両は、多くが幅2.7メートル、全長37メートル程度である。これは、通常の路面電車よりも大きいが、元々の鉄道線車両に比べると、幅は狭く長さは短い。大きく分けて、以下の4つの事例が存在する。路面電車線と鉄道線を、 それぞれの規格に準じて走らせることができるもの。ドイツのカールスルーエ、ザー,ールブリュッケン、カッセル、スペインのアリカンテ、オランダのハーグ、ゴーダ、ライデン、リジンウェラインガが移動する。双方のシステムに対応した車両が必要になる。カールスルーエ、ザー,ールブリュッケンでは、路面電車よりも高速で走るシュタットバーン用の車両をベースに、 高直流量化した車両を導入した。カッセルではこれに加え、直流電気化線終電とディーゼル発電の両用車を用い、非電化区間への乗り入れも行う。アリカンテは乗り入れ先の非電化鉄道線を電化して対応した。車両の導入コストなどは高いが、双方の特性に対応した運行ができる。なお、この車両を用い、鉄道線区間のみを走行する列車も、 設定されている。路面電車の車両をそのまま鉄道線に乗り入れさせたもの。ドイツのケムニッツ、ノルトハウゼンが該当する。ケムニッツでは鉄道線が非電化の視線であったため、路面電車線と同じ直流 750V、河川終電式で電化の上で乗り入れさせた。車両は路面電車用の超低床車を用いている。ナオと呼ばれることがある。一方、 ノルトハウゼンは、期間1000ミリメートルのハルツ狂気鉄道へ乗り入れた。こちらは、路面電車用の超低商車、コンビーノにディーゼル発電機を積んで対応した。路面電車線に、鉄道線車両がそのまま乗り入れるもの、ドイツのツビカウガが該当する。ヘビーレールであってもホームが低い、欧州大陸ならではの方法で、路面電車線に、鉄道線の軽量起動車、 がそのまま乗り入れる。なお、つびかうの路面電車線は、期間1000 m、mm、m 鉄道線は、期間1435 m m であるため、乗り入れ区間は3000機上となっている。フランスのパリ郊外、T4000、日本の富山などでは、従来の鉄道線を転換し、トラムトレイン規格もしくは、路面電車規格の車両を用いるようにしている。 これらでは高頻度運行を実現しているが、全体的に市内線志向が強く、他のトラムトレインの特徴である、鉄道線を市内中心部まで直通させる事例とは異なる。なお、パリはカールスルーエなどと同様の鉄道線、機動線の双方に直通可能な車両を用い、河川電圧は鉄道線のまま、交流 25000V50Hz なのに対し、 富山は路面電車車両を持ち河川電圧も路面電線に合わせた直流6 0 0ト点が異なる。台湾でも2017年にキールンケ駅の市街区間を参戦化されたものの有効活用されていない縦貫線七戸駅潮化駅を介してキールン駅と南高天覧館駅を結ぶトラムトレインの計画が始動した。南高天覧館付近は平洋軌道となる。 ただし、大鉄路線のインフラを受け持つ交通部鉄路、改め立て工程局はすでに同区間の線路容量は、飽和状態であり、増便については、否定的である。カールスルーエは、ドイツ南西部のバーゲンイコール、ビュルテンベルク州の、人口、約28万人の都市である。以前から、路面電車線のネットワーク拡大に熱心であり、それも、 既存の鉄道網を活用した方式に特徴がある。1958から1971年にかけて市の南側へ伸びる、期間 1000mm のカールスルーエートリンゲンバートヘレンアルプ、イータスバッハを路面電車線と同一の期間 1435mm 直流7 5 0ト電化に順次改築して乗り入れを開始、1979年には、 市の北部保護シ鉄店、ホークステトンへの路線延長に際し、ドイツ連邦鉄道、DB 現在のドイツ鉄道の貨物船であるを、借用式道を共有した。後のカールスルーエモデルの原型となる。さらなる路線網の拡張を目指して、1984年に連邦鉄道の旅客船への乗り入れの研究を開始、運行規則や路線規格の大幅な違いを乗り越えて、 1992年に実現した。これがトラムトレインの第1号とされる。市街東部に全長 2.8km の連絡線を付設、連邦鉄道のブレッテンまでの約 21km を交流 15kV16.7Hz 電化、駅の増設等を実施、車両はデュアグ車、デュアグのシュタットバーン用車両を鉄道線対応。 高直両用化した GT8 から 100C2S 全幅2.65メートル、長さ37メートルの8軸3車体式を投入した。最高速度は時速100キロメートルである。これにより1年後には乗客が5倍に増加した。その後、中央駅付近と市街北西に連絡線を増設し乗り入れ区間を大幅に拡大。さらに、 ドイツ鉄道線内のみを運転する列車をトラムトレイン用の車両に置き換えるなどの結果、その走行区間の総延長は 400km に達している。このうち南東方面のラシュタット、バーデンイコールバーデン方面はドイツとスイスを結ぶ幹線路線であり、超高速列車のアイスが在来線とはいえ時速 200km で走行する区間にトラムトレインが乗り入れる。また、 トラムトレインの終点となったでは短距離の市内線を建設して路線をさらに延長した。同様に1999年にトラムトレインの終点となったハイルブロン人口約10万人でも同様に短距離の市内線を2001年に建設したが、ここは2005年にさらに路線を延長してもう一度鉄道線に乗り入れ約 25km 東のエーリンゲンが 終点となった。ハイルブロンはカールスルーエから東に約 70km 離れており、独立した都市圏を形成する。したがって、二つの都市のトラムトレインが連結した形になったと言える。路線拡大にあたり、GT8 から 100D、M-2S が製造された。台車以外の部分の床高さを 580mm に下げたことが特徴である。 一部車両は中間車体にビュッフェが設けられたがこれは現在は使われていない。しかし、同時に取り付けられたトイレは後の増備車に生かされている。なお、カールスルーへのトラムトレインは他の都市では S バーンを示す S の系統番号が振られている。このうち S3 のみはラインネッカー地区、マンハイム、ハイデルベルク、カイザースラウテルン等の S バーンが乗り入れている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。